どうも、有言実行マンです。今回もね、ワンピースやっていきます。あ、やっと帰ってきましたね。で、前回まで3本の動画ね、ちょっと溜め撮りしてて、で、今日、いろいろアドバイスもらったのやっていこうと思うんですけど、で、とりあえずね、俺、こういう料理とか、全然作ってなかったんですけど、これ集めましたね。海賊弁当。これを作ります、まずは。マジうまそうだな、3時の飯って。パワーの補給を目的とした弁当、肉が中心で野菜抜き。いや、これみんなどうしよっかな、誰にやる？いやーでもゾロとかめっちゃ上がるじゃん。これ何人が違うんだろうね。上がる人と上がらない人の違いって。これどうしよう、マジで迷う。でもウソップが最近強いっていうのはあるんですけど、やっぱゾロかな。ゾロちょっと上げとくか。一番、あ、超リルルになったんで。さっきた、特製コーラ海賊も作れるようになりましたと。俺これ狙いでね、新しい料理作りに行ったんですよ。頼みますよ、3時間。さあ、コーラ何入れてんだ今。なんか刻んでたろ。これはどうだろうな。いや、3時結構上がるな、これ。3時、いや、ゾロ。いや、ゾロだな。なんかゾロ、安定感あるわ。で、これも作りたいな。人手みたいなやつ、どこで手に入るんだろう。これちょっと作って、で、これだね。この辺はなんでまだ作れないんだろうね。なんか、そもそも、あれか、ひらめいてないってことか。なるほど。で、調合が生きたっけな。そう、これさっき拾ってきました。なんとかの粉末。で、チョッパーもね、ランブルボール作りたいから、早くレベル3にしたいんだよな。その、あれを。でもこれでもなんないか。とりあえず、ヒールカプセルだけ作って、で、前回のバギー戦でね、ちょっと、いろいろ使いすぎちゃってさ、で、次回の洞窟島での戦い勝てるかどうかがちょっとわかんなくて。あと作るのこれか。毒消しパウダー。うわぁ、これ、どっかにいたよね、この変な虫。これ作ったら多分レベル3になるんじゃない？劇薬玉で？で、これランブルボールか。ランブルボール作れるよね。あの黄金のヘラクレスだけ手に入ったら。いや、ちょっとこれも取りに行こうかな。このなんか変なあの虫。で、開発はね、あ、そうだね、アイテムパレット作らないとね。あとは、インパクトダイヤルか。これがなんか、ウソップなんかの技作れるらしいから。で、このあの貝みたいなやつが確か最初の島で取れるんですよ。で、土はどうだろう、最初の島無理かな。で、あの、変な虫いたじゃないですか、さっきの。チョッパーのところのやつ。あれがね、多分、最初の島で取れるんで、最初の島ちったもらってみようかな。ジェットダイヤルなんだろう、これ波かな、波っぽいな。でもまだ、なんか、わかんないよね。持ってないから。って感じでちょっと進めていきます。これあれじゃない？なんかさ、コメント欄でさ、ブルック海の上走れますよって言われたんだけど。ここのこと？もしかして。え、ガチやん。え、すげえ、おーい。なんでそんな、おい、トラップ演技ある。よいしょ。おっきい、来た！すごっ！これなんかあんのかな？すげえ、ブルック海の上走るの？うわぁ、あれ取りたかった！うわ、待って。あれじゃん。海賊料理作れるやつやろ、あれ。いやー、でも待って。ちょっとね、あれはちょっと取りたいね。お、あそこさ、釣りスポットあるくない？あそこ釣りスポットあって、でもそんだけかな？あー、生きたわ。一旦ここで釣りしてみていい？何釣れんのかな？ごめんなさい。これゲージがね、結構多くなってんで。楽勝かな。うわぁ、これな、全然微動だにしない。貝じゃない、これ。いらないな、貝だったら。やめて。何だろう。あー、クラゲ？何これ。クラゲって貯めれんのか？食べれないんだ。しかも、何にも役立たないじゃない、これ。いらないわ。よ。きたー。ちょっとわかったわ。振り上げてからちょっとね、もう一回ぐらい振った方がいいんだわ、これ。これゲージがさ、結構多くなったじゃん。負けることないんだよね。いや、クラゲじゃね、これ。でもこれちょっと、あれだね。ちょっと反抗する感じあるよ。いやー、ないか。なんだこれは。反抗しろ、もっと。やばい、逆だ。危ない。危ない。どここれ。え、待って。なんで？嘘だろ？いいね。ちょっと掴んできたよ。釣りの極意を。いやー、反抗しろ、もっと。え、やばい。危ない。反抗すんな。いや、反抗しろ、でも。ちょっと、お利口すぎるだろ、お前。小学6年生じゃん。反抗期前の、一番素直な時期の息子じゃねえか。ちょ、頼む。さあ、来い。え、なにこれ？メダカ？ギラギラサンマ。え、これ絶対食えるじゃん。すげえ、サンマのフルコース。こいつは、その辺のうようよしているが、味は間違いねえ。いぶし銀の食材だ。すぐ食わせるが待ってろ。うわ、これ5匹釣らなきゃいけないの？魚ってさ、束になんないのかな？やばくね、これ。39メートル。伝説の気力でしょ、これ。これ、海王類とか釣れんじゃない？もはや。これ絶対大物じゃない？ほら、見て。
この感じ。いやー、ちょっと怖いな、これ。絶対釣りたいけど、ちょっと丁寧に行きたいな。青ゾーンをちょっと、じゃあ青ゾーン以上行っちゃったら A 離そう。そうじゃないとちょっとピンチになるから。さあ、全然反抗しない。海洋類だったらもう今食べられてるもん。絶対、クラゲだろ。お前、絶対クラゲだろ。俺、サンマが欲しいな、サンマが。これ、だからさ、あんまりさ、その飛ばしすぎても意味ないこと分かった。12ぐらいでいいんじゃない？時間かかるし。これこそサンマだろ。これクラゲだな。いや、でもちょっと反抗するぞ、こいつ。おっと？この反抗期はちょっとお前、中学2年生来た。やべ！頼む！来い！来たー！中学2年生来ました。いやー、これはさすがに小学6年生だわ。もういいってお前。26メートル。お前のために用意したんじゃねえって言うんだ。早く釣れちまえ。やばい、え中学2年生もしかして。やばい、おとなしくしろ。反抗期は終わりだ。もうパパとママの言うこと聞け。さあ来い。これ。なんかコメントでくださったんですよ。ステータス見て、で、技スキルでこれで何が足りてないかがわかるって言われて。で、俺、それでちょっとナミとか、でルフィもちょっと鍛えたりして、鍛えないといけないところを分かったことで、その技をね、今いっぱい習得してるんですけど、マジ、ありがたい、これ。教えてくれるのマジありがたい。だからマジでアドバイスマジありがたいわ。もう俺ね、アドバイスはもう全部吸収していくサイドなんで、もうね、全然アドバイスしてほしいですね。嬉しいです、本当に。コメントする、来る時代嬉しいんですけど、アドバイスはもっと嬉しいですね。すげえ、なんか作るんだけど、何これ。電なんとかの粉末。俺今何これ取りに行ったんだっけ。なんかこれ作れるようになったから作ってみよう。これなんだろう、なんかのカブトムシゲットしたら、開発結構いけたんじゃない今回。ザ・インパクトダイヤル、あと電池も来たわ。インパクトダイヤル作ります。さあ、インパクトダイヤル、吸収した衝撃を放出できる回、ウソップが戦闘で使えるようになる。さあ、これでウソップなんかの技覚えんだよね。あ、フルートインパクトなんだ。すげえ、でもインパクトって吸収するあれも必要じゃん。あれもあんのかな。そこはちょっとゲームだから省かれてんのかな。電池、強力な電気を与えた電池、相手を麻痺さ、あ、これ武器なんだ。すげえ。開発レベル3だ。って言ったけど、でもなんか別にまだできるとこないよね。あ、トラップね。トラップも作らないとね。ただもう開発レベル3まで来たんだったらもういいんじゃない？あとはこれを作りたいですね。アイテムパレットプラス2。これなんだろう、ちょっと気になるな。磁石がさ、使い道ないからさ、早く使ってまいたいんだけど。で、今からやることは、土のとこ行って、この土2個ゲットしてアイテムパレット増やすのと、あとチョッパーの調合で、この変な虫かな。どこにいるかわかんないんだけど、多分土のとこいるんじゃないかな。これをゲットするぐらいかな。多分これ作ったらね、レベル3になって、ランブルボール使えるんで、このゴールデンカブヘラクレスもちょっと取っていきたいな。前回ね、コメントいただいたんですけど、ちょっと待ってね、こいつら邪魔だ。お前ら。そう、俺ここ空いてないって言ったじゃないですか。なんかね、なんか毎回変わるらしいんですよ。空いてる空いてない。で、今回多分どっちも空いてるバージョンだね。そんなことあるんだ。そういうステージだったね。ごめんなさい、ワンピース。バグとか言っちゃったんですよ、僕、本当に。ごめんね、ワンピースの制作者さん。本当に、もうごめんなさい。マジ申し訳ないと思いつつも、本当に、ちょっとこのゲーム結構バグ多いからさ、これ勝手にバグだと思ってたんだけど、さすがに仕様でしたっていう、謝罪ですね。申し訳ないです。さあ、前回散々下手だった、虫取りのね、再開ですよ。これはね、チョッパーのランブルボールで必要だから、釣ってほしい。全然波は悪くない。ごめんなさい。俺が全部悪いです。さあ、これ、でも、あれじゃない？多分作れたやつだよね。待って、マジヘラクレス欲しかった。黄金のヘラクレス。ここにいないか？いや、いねえんだよな。いねえよな！よし、ちょっと俺の中のマイキーが出たんですけど。ゾロって何鍛えないといけないんだったっけ？ゾロ見てないな、そういえば。ゾロの場合は、獅子孫孫か。で、空中A が入って、で、なんだ？三刀流三千世界と、獅子孫孫とは多分あれ空中 A か。あれをやったら、あれだ、何やったっけ、アシュラ一部銀だね、多分。一部銀じゃないかな。一部銀は多分ね、見てたアドベンチャーの方の、何喋れない。滑舌が終わってる。俺もともとさ、本当に滑舌ってマジやばいよね、俺。滑舌ってやばいよね、じゃない。滑舌やばいよね。なんか本当に、なんかさ、最近本当に、リアルで喋ってる時にもさ、なんて言ったみたいな。で、普通さ、その2回目なんて言ったって言われてさ、もう1回言うじゃん、同じこと。何々みたいな。
普通2回目で聞き取れるじゃん、普通やったら。俺さ、なんかこの前4回ぐらい言ったけどさ、全然聞き取ってもらえないってことが発生してさ、俺ほんまに滑舌悪いんやと思って。いやほんまにあのちょっとゲーム実況するにあたってさ、滑舌悪いってマジ致命的だよね。なんかないんかな、滑舌良くなる方法みたいな。なんかね、昔俺下の舌がなんていうの、下に筋があるんですけど、口の中に。なんか俺の場合それが歯に、下の歯の方にさ引っかかっちゃって、で英語の発音とかができないみたいな。で俺いつだったかな、数年前ぐらいに切ったんですよ。ちっちゃい頃はね、あの怖くて嫌だったんですけど、まあ切ったんですけど、それでねちょっと滑舌良くなったんですよ。良くなったとはいえなんですけど、お、オッケー、空中 A 使えるようになった。飛竜変えんじゃん、めっちゃかっこいいよねこれ。これあのワノ国編でも閻魔の刀使ってさ飛竜変えたんだけど、あのシーンバリかっこよかったな。あのアニメでも、アニメちょっとエフェクト多すぎてちょっと嫌なんだけど。でその何、発音が悪いんですけど、俺発音が悪かったんですけど、下切ってちょっとマシになったんですよ。でその滑舌もさ普通並みに良くなったかなって思ってたんですけど、最近ほんまにね、あの全然何言ってるか分かんない、なんかハキハキ喋れてないんかな。本当にこれどうやったらあの治るんかな、ちょっとコメント欄で教えてください。あのワンピースの知らんと思うけど、もう本当にどうしたらいいこれ。あのてかちなみにあの聞きにくいとかもあったら全然教えてください。だ音結構でかくしてるんですよ俺。もう本当にそもそもなんていうの、聞きにくい声だからさ。けどもしかしたらね、そのもっと音でかくしたことによってさらに聞きにくくなってるかもしれないし、ちょその辺も教えてほしいね。あ、これまた作れるじゃん、海賊風コーラ。これ今取ってきたからね。うん、これ誰に入れようかな。で必殺はそろそろ覚えそうになるのか、ルフィも覚えそうだよね。うん、とはいえまあウソップのあれは弱いし、 SP か、いや3時でいいな。ルフィまだあんまなんだよ。あで2つあんのか。じゃあこれ1個ずつでいいわ。これは何、山盛りキノコサラダか。これがあんま上がらなかったかね。あー SP か、で3時でいいな。あとは古代、あこれ買い、え、あ違う、3万のフルコースか。これ作りたいな。さあ来た、これ毒消しパウダーを作れるようになったから。え、これまだレベル3ならないの。え、嘘だろ。あと何作るの。いやこれか、どこで手に入るんだ。え、それか普通に作っていいんかな。スタミナカプセル作って、やっぱこれだよね。あと多分作るとしたらこれ作らないとレベル3ならないんか。劇薬玉って強そうだなこれ。毒作れんのか相手に。さあこれアイテムパレットね、これもう一番欲しかったやつだね。さあこれ作ります。これもな、なんかさすごいあれじゃない、魚じゃねこれ、こう繋がってるしね、カバンのやつで。倉庫だったりしないかな、そしたら嬉しいんだけど。あ、みんな洞窟島に戻ってきたね。これもコメント欄でいただいたんですけど、俺左上行ってなかったみたいだね。ここさ、もしかしてさ、行けないと思ってたんですよ。これブロック走れるよね、すげえあ、でもここでも普通に行ける場所なのか。ん、何ここ。あ、でも行き止まりじゃないやっぱ。ほら無理じゃないほら、行き止まりじゃん。なに？ここさ、何のために作ったのよ。意味わかんないんだけど。こっちからじゃないんでしょ？で、左上。あっちか。あのぐるぐるのとこ行けば、あんのかな？マジわかんないんだよな、俺。戻っちゃうでしょ？ちょっと待って。うざい、うざいし、今のは、ちょっと、いらないよ。で、これどっちだ？俺、ほんまに、普通に方向音痴なんですよ、俺。これ、こっちなんかあったの？いた。こっち、モグラがいるだけか。あ、間違えた。やめてやめて。モグラに攻撃しようとしないで。え、あ、うん。おとなしくしてろ。おとなしくしてろ。あ、おとなしく。よし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 。ナイスブレック。モグラね。オッケー。んで、別にこれいらないか。で、ここメフリ読んだからいらないでしょ、これ。ちゃんと進もう。いや、多すぎ。キモい。これさ、でもさ、一気にあれじゃない？集めれるんじゃない？何？あ、集めれるんじゃないじゃないわ。レベル上げれるんじゃない？ここで、ダッシュ A したら。ほら。一気に上がってくね、今。知らんけど。なんか、ロビンがね、そのコメント欄でいただいて、もうコメント欄しくってないわ。
さっきから自分で考える話なんだけど、コメント欄でいただいたのは、ロビンはこういう雑魚的相手にめっちゃ強いですよみたいな。ロビンもちょっとね、何鍛えておきたいなと思って。雑魚的相手に強いんならね、結構使えるよね、それだけで。だからロビンもちょっとやっていきたいな。で、こっちだな、こっちだわ。で、ここの毒素全部切り裂いて、で、ここから多分行けんだわ。俺見逃してたんかな？多分穴が開いてるんだわ。思ったんだけど、いやー、ちょっとやってるな、それは。これさ、どうにかできない？嫌なんだけど、俺。これ、避けていけない？いけるじゃん。攻撃しなかったらいいんだ、これは。こっちかな？こっち、うわ、ここだわ。みんなごめん。本当にごめん。全然あったわ。もう嘘、撤回、積みましたって動画。全然嘘だわ、これ。うわ、またモグラいるじゃん。ここモグラ押しすごいな。この宝箱なんだ。スタミナドリンク。いらない。うわ、お前ら、ドクター、いやー、ドクトリーヌ。ドクトリーヌに囲まれた。みんな助けて。うわ、めちゃくちゃ広がってるじゃん。新たなる大地。うわ、もう、おもう、恥ずかしいよ、こんな。視聴者に全部教えてもらって、ほんと、俺赤ちゃんじゃないんだからさ。ちゃんと考えてやろう、俺。囲みやがった。こんな狭いところでやめてください。こういうところでロビンが輝くんじゃない？ゾロはね、結構 HP 高くなってきたんですよ。本当にね、俺のキャラたちみんな HP 雑魚なんですけど、ゾロだけ結構 HP いい感じになってきたんで。まあ、もうちょっとね、やっておかないと、ラスボス前にはちょっと、まだ、おぼつかないなと思って。よくこいつら、一生出てくるくらい。さあ、あの敵、うざいな。お前、さっきから何、チャーシューステップやってんだ。モグラがかわいそうだよ、お前。お前が一番の被害者だから。もう一生出てくんじゃ、なんだお前ら、本当に。気持ち悪い。きめえ、本当に。早くどっか行け。さあ、お前のチャーシューステップもいらないし。本当に一生出てくんな。シャレだよ。シャレじゃないくない？あるよね。ポケモンダンジョンみたいなんで。こういう一生敵が出てくるけど。いや、一生じゃないわ。なんか、敵の巣窟みたいな部屋があるんですけど。それの同じ匂いを感じますね。お前はなんだ？さあ、痛い。そんな狭いところで襲われたら、面食らってしまいますよ。面談で泣いてるんですけど。もういいよ、君のステルスジョークは。これがダメだったから、こっちだな。さあ、なんか、ちょうちゃんこみたいです。おー、怖っ。半夜、属虫だったっけ？なんかそんな感じの虫だよね、これ。提灯三葉虫でした。人手が欲しいんだよね、俺。人手ってあれじゃよ、人に手の、人手が欲しいわけじゃなくて。まあ確かにね、編集してくれる人欲しいよね。そういう意味では人手も欲しいかもしれないけど、その人手じゃなくて海系の人手ね。こっちが欲しいんですよ。なんか3時で料理作れるのがあるから。エージェント、ムキムキマッチョも結構強いんですよ。このゲームにおいて。ムキムキマッチョと行って、こいつね、ソル使うんですよ。ムキムキマッチョとデブのやつ、いるじゃないですか、海軍の。大砲持ってるデブのやつ。あいつがマジで、これ保存食しちゃう。喋れない。もうだから滑舌悪いんだよね。保存食さ、なんでこれ。焼き石シチュー。すげえ、体毛が長い生き物。俺かな。俺結構体毛濃いんですよね。あれ全部剃ってるんですよ。本当に体毛濃いの嫌っすね。マジ、剃るのめっちゃめんどくさいしね。本当にめんどくさい、剃るの。マジやってみてほしい。体毛濃い。俺の体毛で、カミソリ使ってみてほしいわ。カミソリ負けるから。本当に。夏はね、しかも半袖だしね。もう全剃りしてんすけど。もう脱毛したい。この草厚いのに、うっとうしい奴らだ。オッケー。さあ、出た！さっき話してたデブね。こいつら。こいつらマジ強いんだよ。いやー、木折っちゃったよ、俺。ついてたんじゃない？もしかして。いや、上折るな、絶対。いや、これさ、チョッパー取りにくいわ。普通に3時とかにしよう。成人男性ぐらいの身長の高さじゃないと。ちょっとね、変わってくるから。あれだわ。お前ガチで言ってる？こんな無理だろ。お前ら降りてこい、お前ら。で、お前まず、でも火だから普通に考えてエースとかもあるよ。エージェント多いから、もしかしてルッチじゃない。割と関係あることもあればないこともないっていう。この世の真理みたいな感じですね。まあ、シュレンニンガの猫みたいな。違うな。絶対違うな。よし。適当なこと言うのやめよう。もう終わりにしようか。いて。お前。虫傷つけたら絶対許さねえから。そんな、謝ってもお前許せねえ。謝っても許さねえって言ってんだろ。おら。
これで捕まえたら多分あれだよね。今日はじゃない、今回は。オーブのあれだけ。うなんかちょっとさ、う目が潤んでる。え、これさ、網で捕まえれない説ない？火まとってるから。ほら、来た！いやー、ナイスすぎ、サンジ。サンジ様、マジ神。なんか作れんの？あー、え、待って、これ、来た。いやー、来た！ハック装置来た。で、これを後で、あ、爆弾もいるもんね、だって。ちょっと一旦帰るわ。え？嘘だろ、これ。え、レベル3どうやってなんの？もっと作れってこと？さあ、発動と。やっと来たね、ここまで。さあ、まさかの積んだと思ってから、3日後ですよ。4日後か。いやー、誰だろうね、敵。マジで楽しみだ。ん？ん？地面が割れてくる。かっけえ。かっけえ。両翼。うぅ、両翼来た。あ、いやー、でもやっぱマグマっぽいね。いや、でも地面か。いや、わかんねえ、わかんねえ。え、でもなんか白ひげとかでも面白そうだけど。なんか確かアンリミテッドアドベンチャーの時は白ひげが一番強かったんですよ。さあ、ボスですね。いや、ちょっと、ボスパート、じゃあ次でお会いしましょう。みんな多分気になって仕方ない。これ、ボスパート一緒の方がいいかな？ちょ、わかんないけど、ちょっとそれもコメントで教えて。まあ、とりあえず、今日のパートはここまでで。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。コメントいっぱいしてね。バイバーイ。